こんにちは、ひとです。今日はちょっと実家の方に帰省してきておりまして、妹です。妹登場します。はじめまして。あの妹はあの私の YouTube チャンネルに登録をしてくれてずっと見てくれてるんですけど、そうなんです。あの帰省するタイミングで一緒に撮りたいって言ってくれたので、今日は大事なこと出せたんですけど、ブラックピンクが看板明日です。多分この動画の看板の後に出てると思うんですけど、ということでブラックピンク2年ぶりの看板おめでとうということで、私は HMV でちょっと3枚アルバムを買いました。でこれがここに届いております。なのでちょっと妹と開封していこうと思います。よろしければ見ていただけると嬉しいです。はい、ということで買い方としては、あの韓国のアルバムって今ブラックピンク3種類あったんですけど、それをあのランダムで入れてくれるみたいなやつで、それ買ったんですけど、ピンクと黒が届きました。開けていきますか。はい、開けていきましょう。どれから開けたいですか。これザアルバム、うん、これそう、これ新しいやつ。あ、そういうことね。そうで、これがあのスクエアアップですね。一番初めのミニアルバムで、これがその次のキョーデスラブで、これがあの2年前に出たビアアルバムですね。出たはい、すいません。どれがいいですか。どれからがいいですか。じゃあ初回のうちこれからいきますか。はい、はい、あ、開けますか。いいです、やりますか。いいです。じゃあ開けますね。すいません、騒がしくて。はい、開けます。はい、あ、ということでちょっとじゃあスクエアアップから開けていくんですけど、妹さんは誰が一番好きなんでしたっけ。私はリサ推しです。リサですよね。リサちゃんです。はい、ということであのリサがたくさん出たらいいですね。そうですね。はい、ラインナップもランダムで入ってるの。うん、入ってるの。あ、そういうこと。うん、開けてください。くじ運いいんで、めちゃくちゃいいんで。で出たけど、これあのあげんね。で、まあこれフォトブックですね。フォトブック。Do you wanna see it? Yes. じゃあ、どうぞ。あ、見ます。リサちゃんでした。かわいい。かわいい。かわいいやん。かわいい。いいですね。うん、リサの緑のグローブめっちゃ好きなんですよね、これ。かわいい。かわいい。どうぞ、ご覧ください。一番好きなページ見せて、じゃあ。一番好きなページは、うんうん、じゃじゃーん、リサちゃんでーす。かわいい。金髪リサちゃんですね。かわいい。でも茶髪ジスちゃうわ。ロゼも新鮮。かわいいよな。うん。今もずっと金髪やもんな。そうそうそう。ね、これ。かわいい。めっちゃ茶髪。うん。かわいいですね。キュッ。はーい。じゃあ、ちょっとすいません。私がミスって1枚出ちゃったんですけど、リサですね。じゃあ、はい、どうぞ。何どうぞ。あと多分、トレカ1枚ぐらい入ってる。じゃじゃーん。あ、反対。お、ジェニーちゃん、ジェニーかわいい。裏読める？読まれない。裏に韓国語でメッセージを書いてくれてるんですよね、この時。ジェニーちゃんでした。かわいいです。かわいい。名前入ってる？これ多分トレカ2枚で、残った気すんの。あ、あとこれや。あとはもう、この頃は特典が少なめなんでね、ポストカードが入ってました。以上です、スクエアアップ。はい、じゃあ1本目以上になります。じゃあ今日ですと開けていきますか。ん、今日ですと、今日ですと、じゃあ、yes. これ次これ開けていきます。じゃあちょっと開けてください。ピンク、これピンクと黒あるんですけど、ピンクです。が来ました。どうぞ。はい、え、これうん、開くね、上に。やば、こんな開け方がわからん事件。開けた。うん、行きました。あ、みんなの目ねえです。今日でさ、かわいい。はい、じゃあちょっと この中に入ってるんで、今日でさ、なので他のものをちょっと紹介していきますね。はい、
可愛い。これはあの金箔ですね。伝説の金箔なので、その前金箔よ。可愛い。あの二人でありがとう。可愛いです。可愛い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 。なんですけど、ちょっと裏切らせてもらいます。じゃじゃーん。ちょっとロゼイ。 Yes, ロゼイ。 ロゼイ金髪似合うな、やっぱかわいい、ほんまに似合う。ロゼイはこういうなんかスタイルがめっちゃ細くて綺麗やん、うん、まあ、みんなそうやけど、うん、なんか履かなくてこういうワンピースめっちゃ似合います、ね、かわいい、めっちゃかわいい。じゃあ、リサ推しの妹ですけど、ロゼイちゃんですね。そうですね。はい、じゃあ、先にこれがアルバム、ディスクですね。かわいいよな。で、ソース、おランダムやった。え、そんな、やっぱりリサなんですよ。ごめんなさい、先ほど分けてリサちゃん。やっぱりリサが出てしまうんです。妹はね、私と違って、あの、運がいいんですよね。やっぱり、はい、やっぱりリサちゃん、リサでした。ついてきちゃう。おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとこの中にステッカーとか入ってるけど、ランダムとかも入ってるんで、ちょっと出してもらっていいですか。これはさ、いいよ、先に見て。あ、これは違うんだ、うん、これでもステッカー。あ、ほんまや、ステッカー。4人、うん、4人揃って、4人揃ってます。カレーのこっち、いや1枚目、じゃじゃん。あ、これ全員入ってます。でも、この上に持ってなかった気がする。かわいい。あ、これだけ。うん、これそれトレーか。あ、これみんな入ってるやつ。みんな入ってるやつ。あ、でもこれちょっと違うもん。うん、みんな違うね。今日ですだって戦った後やからか知らんけど、傷ついてるやつですね。あ、これ後ろ繋げたらなんかな。そう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 、これ後ろ繋げたら、あの、4枚だけじゃ完成できるんだけど。あ、そう、そういう感じ。何種類やったかな、なんか何枚かあって、この裏が集めると綺麗に、あの、なんかメッセージが読めるようになってますね。はい、そしてどうぞ。1枚だけやん。あ、いつまでやった？うん、どうぞ。もちろん、じゃじゃん。あれ？ジェニー。あ、ジェニーちょっと。かわいい。かわいい。ジェニーとリサしか出えへんな。そうやな。かわいい。うわー。持ってるそれ。え、持ってへん気する。めっちゃかわいい。めっちゃかわいいな。かわいい、そのジェニー。うわー。かわいいです。かわいいです。結果、みんな、かわいいです。じゃあ、最後ですね。ダラン、The Album です。見てください。あ、めっちゃ雑談なんですけど、なんか次のアルバム10曲入ってるらしいですね。10曲。熱いな。これ8曲しか入ってなかったね。わあ。わあ。楽しみ。本当に楽しみ。はい。はい。わーい。これ開けたことある？ The Album ないよ。ないか。どうぞ。なんもない。これこう開くね。マグネットで。へぇー。たらーん。ピカピカ。ピカピカ。これはあの、ブラックピンクの王冠とキラキラがこう、なんていうの、角度変えると柄が変わる写真集。写真集。いや、です。どうぞ。ご覧ください。失礼します。これはちなみにアルバム4種類あるんですけど、4つともコンセプトが全然違うので、ぜひ、4つとも買ってみてください。これめっちゃ可愛いよ。じゃあお気に入りどうぞ。じゃじゃん。推しに戻ります。ちゃんとリサちゃん可愛いです。もうこのページ見た瞬間これってなりました。なあ、即決やったな。うん、はい、リサです。はい、じゃあこの中に全部ランダム入ってます。全部がランダムな。こうやって開けたらポストカードと、大丈夫、この中に入ってね。あ、ロゼちゃん、あ、これも全員分入ってる。あ、そういうこと。さっき見てる。はい、スパラン、パラン。この中にディスちゃんから登場です。そう、年齢順に入ってね。あ、そうなんだ、うん、これみんな一緒なの。そう、みんな、みんな一緒コンセプトが一緒。あの、フォトブックと。え、綺麗。あ、かわいい。かわいい。あ、かわいい。はい、ロゼちゃんです。ロゼちゃんです。これはあの、好きなメンバーを表にしてそこに入れると部屋とかにね、飾っておけるっていうやつです。完璧や。かわいいやろ。うん、かわいい。で、あとはアルバムのディスクが入ってます。あ、それがランダムなの。これの中に入ってる。パッて開いても見えん。
どうやって こうやってあこういう感じ見えるよ、ね、何か取ったらいいのかな。ポストカードが2枚とトレカが確か2枚とりあえず何か取ってみます、うんうん、あそれはあふうリサちゃんでーす。かわいい。引きが強い。ほんまやな、うん、めっちゃ強いな。めっちゃ強い。すごリサー次も何を持ってるか分かりません。はい、あジス。うわかわいい。持ってる。えこれ持ってない、これ多分持ってるんですよね私。これ持ってない。かわいい。かわいい。次も何か取ります。はい、じゃじゃん。何これ。あフェオン。これはあの全携帯同じのが入ってます。確か。いきます。はい、何これ。何これ。ステッカー。あステッカー。あキュート。かわいい。かわいい。ロゼイ。おあとジェニー引いたらコンプやん。4人。ふう。あーディスー。かわいい。持ってるなこれ多分。かわいい。 It's everything。 うん It's everything。 あとこれあのリリックブック。これが歌詞カードとかなんかクレジットとか入ってるやつです。はい、じゃあ全部開封しましたので、はい終わりです。ありがとうございました。お邪魔しました。じゃあ最後にブラックピンク、ピンクヴェノム、うん、多分もうこの動画を出す頃には出てると思うんですけど、今日が木曜日の夜ですね、うん、金曜日の12時、うん、じゃあ13時かな、そこら辺お昼にピンクヴェノムが2年ぶりに出るということで、皆さんあの頑張って生き延びましょう、はい、一緒に。ジスちゃんがパッツンです。びっくりしました。かわいいな、うん、めっちゃかわいいな。ほんまにかわいい。じゃあ、あ、今日の開封動画は以上になります。ありがとうございました。なんかホームビデオになってしまってすいませんでした。騒がしくてすいません。はい、じゃあ皆さんも楽しみましょう、ブラックピンクのカムバックを。今日の開封動画は以上になります。ありがとうございました。おまけです。妹が行ってきてくれました。あの飲みに行けと。飲みに行けと。ポスターをポスターがもう一個欲しかったんで、ちょっと飲んできてくれへんって言って買ってきてもらいました。そうです。ちなみにタレジャーも何人しかしかしらヒョンソク、うん、マッシー、ジュンキュ、うん、浜田さん、アサヒ。アサヒと浜田一緒。ヨシハルト、エダン、うん、以上で。しかし、まあ全員知らないんですよ、妹は。それじゃ全然知らんもん、ね。You're the only one treasure でしか誰が好き。マイトレだけ聞くねんな。それしか知らん。はい、でも推しはいるんですよね。推しは、はい、マッシーとジュンキュ。ジュンキュですね。ここ全然違うんで。でもこの時はちょっとマッシーが今休業中で、あそうなんや、出てこないんで、やっぱり、はい、おらんかってんの、出てこないんで、準備を狙いますから。準備ってことで。はい、じゃあ開けてください。めっちゃ押し強いから準備出そうやけどな。お？何？準備な気すんねんけど。何そんなことある？色でわかんないけど。どういうこと？してみ。あ、出ちゃうかった。オレンジに見えた。ごめんごめん。わからへん。わからへん。わからへん。ほんまにわからへん。大丈夫大丈夫。ジェヒョクでした。ジェヒョクです。ジェヒョク、はい、覚えてください。浜田さんと仲がいい。浜田さんと、浜田さんは浜田朝日って名前です。はい、ジェヒョクでした。ありがとうございます。また飲みに行こうかな。